新たな留学制度を立ち上げて、人材育成でも将来に向けた取り組みを始めています。South Korea is one of the top sources of international students studying in the United States. We've directed our teams to sustain this momentum and expand educational exchanges between our people. 世界中から留学生がやってくるアメリカにおいて、留学生の数が今や7万人を超える韓国の存在は際立っています。国別では中国、インドに次ぎ3位ですが、日本からの留学生のおよそ3倍に及びます。オバマ大統領とイ・ミョンバク大統領は2年前に2国間の新しい留学制度をスタートさせました。狙いは両国間の架け橋となるより優秀な人材を育成することです。選抜された韓国人大学生に最長で1年半アメリカでの語学研修とインターンシップの機会を提供するもので、参加者はすでに1000人以上。競争を勝ち抜いた参加者は生活費の支給を受けながら、アメリカのマイクロソフトや国連機関などさまざまな専門機関でインターンとして働くことができます。その一人、韓国最難関のソウル大学から来たウー・ハンソルさん。4ヶ月間の語学研修を終え、今は首都ワシントンにある映像プロダクションでインターンとして働いています。 Hi, I'm Han Seo-ru, international reporter at ThinkTalk TV. 将来放送局への就職を目指すウーさん、実務経験を積もうと意欲的に仕事に取り組んでいます。 5, 6, 7, 8, 9. After I came here, I realized like Asian people are a little bit shyto express their opinions or to express their feeling, but yes, through the experience here, I become more confident.